い、どうも、ダイキャスでございます。さあ、今回は、ウルトラヒーローシリーズスペシャル限定、ウルトラマンジーとギャラクシーライジングスペシャルカラーバージョン、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、ということで、こちらですね、ウルトラマン Z に合わせて発売されました、ウルトラマンジードの限定ソフビ、私はですね、ようやく、この間の特撮の DNA をゲットすることができました。全体がですね、このようなクリアの成型色となっておりまして、紺色のクリアですね、そこにラメが入っております。キラキラとしていて、すっきりですね。まあ、要所要所、こういうね、大事な部分は、ちょこちょこと塗装してありますが、そこまでやはり塗装は多くないといった感じでしょうか。まあ、塗装よりもね、こういうクリアですとか、ラメをね強調させるようなソフビ人形となっておりますので、まあこれはねいつも通りといったところでしょうかね。で、お顔がですね、ウルトラマンジードプリミティブとほとんどね同じねデザインになってるっていうのはねすごくいいですよね。で、まあ顔のね造形なんかも実際ウルトラマンジードプリミティブのソフビ人形の造形とか良くなっていて、やっぱこういうところをね見比べたりするのも面白いポイントなんですけれども、こういうところはしっかりと塗装かっちりとされております。大きなお目目もね、ブルーで塗装されていてすごくかっこいいです。まあ後ろ側は特に塗装はないかな。まあ、ただラメがすごくね、もう分かってかっこいいですね。こんな感じでですね、ライトの真ん前に当ててみると、こう若干ね、こう透け具合がまたね、強調されてかっこいいかもしれませんね。タグカードでございます。ウルトラヒーローシリーズスペシャル限定、ウルトラマンジードギャラクシーライジングスペシャルカラーバージョン。身長51メートル、体重4万6千トン、必殺技がレッキングフェニックスでございます。全体的にこう紫のタグカードになっていて、とってもかっこいい。はい、ということで今回は、ウルトラヒーローシリーズスペシャル限定、ウルトラマンジードギャラクシーライジングスペシャルカラーバージョン、こちらご紹介いたしました。まあ、次は秋頃、限定ソフビが発売するということで、そろそろ、発売するんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあ、多分付け来るのは、ウルトラマン Z のガンマフューチャーと、あとはデルタライズクローの2種類かな。はい。なんか多分どちらかのソフビ人形にはメダルもつくんじゃないかなと思うので、また楽しみでございます。はい、ということで、以上、レデキナスチャンネルのレデキナスでございました。それでは、バイバイ。